お店のロゴはないんですかっていう質問が来て、しかもね、椎茸さんいるんですよ、横に。そうそう、絵の条件とかによるんですけど、お願いしたら。トカゲのおっさん始まるよ。言ったよ。恥ずかしいやん。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、地元で有名なイラストレーターの方を紹介したいと思います。でなぜ紹介するかなんですけど、あの花柄のおじさんっていう YouTuber の方から、お店のロゴはないんですかっていう質問が来て、でそう言われてみればお店のロゴがないなと思って、まあ自分で書いたりしてもいいと思ったんですけど、せっかく地元にすごい有名なイラストレーターさんがいるんで、その人にもちょっと話してみようかなと思って、でネット上にホームページがあるんで、そこを見てみたら、小倉の方の井筒屋ですかね、小倉の井筒屋でとイベント、北九フェスティバルっていうのに出展されてたんですよね。でその日にちがちょうど僕たちが行ける日にちだったんで、そのイラストレーターの方にね、会いに行ってきました。で名前は椎茸さんっていう人なんですよね。台湾の方で個展開いたり、あとフランスの絵本の冊子の絵を手掛けたりして、世界で活躍されている方ですね。はい、その方が僕の地元の神田町出身なんですよね。なのでちょっと前からね、気になってはいたんですよね。でなんと YouTube の撮影も OK だということでね、動画撮らせていただきました。その椎茸さんが描く絵っていうのはこういう絵ですね。なんかこう幻想的な女の子の絵を描くのが得意みたいです。地元のコミュニティバスの絵を描いたりねしてる方なんで、絶対見たことあるんじゃないでしょうか。ということでね、その椎茸さんが出展していた北九フェスティバルに行ってきた映像がありますので、そちらをねご覧ください。すごいね、うん、ずっと見ときたよね、うん、すごすぎる、ってかわいい。しかもね、椎茸さんいるんですよ、横に。そうそう、海外進出もしてるみたいで、フランスで絵本出版してるんですよ。その絵本あるのか。あ、本当で。椎茸さん、あのフランスに出版してる本あるんですか。今日はちょっとあの持ってきてはないんですけど、あ、そうですか。はい、あのフランス の、 あの出版社さんから、はい、つい11月に、はい、あの新しい本が出版されました。出版されたばっかり。あの女性の作家さんであり、ご本人が出版社を運営されている方で、であの私も全部オリジナルで自分でこう考えたイラストをたくさん描いているので、その作品の中からその女性の方が気に入った作品を、まあ、選んで、であの日本をテーマにしたあの物語を彼女自身が小説を書いて、でその挿絵として私の絵を使用していただくという、そういったコラボレーションであのフランスで絵本を出版しております。どうやって買えるんですか。それはですね、あのオンラインで、あの海外からも通販でお取り寄せができます。あのフランス語の、はい、あのサイトなんですけど、そちら の、まあ、のホームページが直接あの通販サイトをやっておりまして、日本からでもあの日本人の方が普通にそこから買われた方がいらっしゃるということで、はい、購入が可能だと思います。はい、じゃあ調べてみます。ありがとうございます。ちなみに YouTube でホーム画面があるんですけど、はい、そこのイラストを例えば描いてもらうとかだったらいくらかかるんですか。そうですね、私のスケジュールとか、あと条件ですね、はい、絵の条件とかによるんですけど、お願いしたら、まあ、何になるだろう、価格が、書き下ろしになると本当にあのこう高低差が大きくてですね、はい、ご依頼内容に、ね、あ、そうなんですね。そうですね、価格帯の参考としては、これはあの直筆の原画を売っています、はい、であの
まあ、大体色紙のイラストだと4万5000円からとなります。でこうやって筆で描く一色の原画とかだと、まあ、1万円からこれぐらいのサイズで、まあ、大体企業さんとか、はい、個人じゃない方からお仕事でいただいて、でそれでまあ原稿料やり取りみたいなのが主になりますので、まあ、個人様から のご発注ももちろん条件が合えば受け付けております。まあ、皆さんそれぞれ全く条件が異なりますので、まあ、ご相談に応じてということになりますので、気軽にメールしていただければ。トカゲの絵、はい、が好きなんですけど、トカゲの絵とかできるんですか？どうなんですか？やっぱり女の子の絵の方が得意なんですか？トカゲの絵となると、自分の絵柄ってその ご期待にお答えできればご相談に応じられたらと思うんですけど。それは、はい、描かれるんですか？やっぱ動物の絵とかも。本当にこれはまあ、キツネみたいな感じなんですけど、はい、ほとんどそのキャラクター、女の子のキャラクターが主役 で、うん、でそこに一緒にいるマスコットキャラクターのイメージなので、ちょっと本物のなんかこうトカゲに詳しい方からするとこれなんか間違ってるよって指摘したくなるところ多々あるかと思いますけど、それでも別に構わなければはい、できるんですね。はい、名刺もらっていいですか？どうぞ、よかったらお持ちください。ありがとうございます。地元同士の吉見で、はい、コラボレーションできたらいいですか？はい、かわいい。ですね、トカゲがちょっと一瞬ちょっと絵の中に登場してるのもあります。見られますかね、ここに今ちょっとこうそろりって、ちょっとこう雰囲気の、はい、登場したりはしますが、まあ、マスコットキャラっぽい感じで描くんだったらうわ、この本ね、なんかいっぱいあって、うわ、いいね。皆様自分でイメージして、自由にイラストを描いて、でそれが集まったら本にしております。うん、基本的にはまあ、著作権は自分が持っているので、はい、こういう作品集の中からこの作品を何かに使いたいという、うん、ご依頼があったらもう使用料ということで、うん、何かのパッケージデザインに使っていただいたりとか、はい、でそのフランスでの絵本出版もそうですね、うん、はい、こちらの本は仕事で描いた絵を集めている本です。ちょっと他の本とは毛色が違うので、まあ、そういった意味でもお楽しみいただけます。これは神田町を走ってるバスの走ってますよね。すごいですよね。でこれがもうクライアントさん、役所さんからこれが送られてきて、でこのバスの形に合わせて絵を描いてきました。はい、だから結構前とか背面とか、なんかこうご依頼内容が、半分はお祭りとか伝統をテーマにして、もう半分は工業とか、はい、空港に自動車の工場とかですね。あとこれはバナナの妖精をイメージしたバナナヒエルナ。あとこちらのデザインのラフ画とかですね、はい、いろいろ。ここら辺はお人形さん の, 小さなイベントのポスター絵だったり、はい、でこちらは個人様からのご依頼で音楽 CD のジャケットイラストですね。これはコミックマーケットの白黒のなんかパンフレットのちっちゃい冊子があるんですよ。その冊子の表紙だったり、でこれは小倉城のイメージしたキャラクターのお仕事だったり、トラッチャっていう小倉城のトラッチャ、はい、キャラクターがいて、その子ちょっと一瞬コラボさせました。はい、いかにもこんないろいろとですね。あ、これ北九州銀行の北九州銀行が第1号店がオープンするときに、ちょっとこう記念でキャラクターをデザインさせていただいたり、こちらはアジアビートちゃんっていう福岡県にはアジアの若者との交流センターみたいな部署があるんですよ。でそこのキャラクターデザインだったり、はい、あとはこれは年賀状のイラストとかをちょっと集めて、もう本当ちょこちょここう、あ、エビ、そうですね、爬虫類って言ったらこんな感じなんですよ、白いエビとか、かわいい、はい、こんな感じ。
嬉しい。2万円やったら安いやん、うん、あれだって色紙1万円、うん、こっち系のタッチも僕好きなの、この系の、うん、僕は元からね、こっち系好きなの。アニメっぽいの？あの、二等身みたいな、ゆるキャラのね。こっちもね、椎茸さんらしい絵なんだね。椎茸さんらしい。これが買ってきたものですね。ちょっとね、開けてみたいと思います。はい、はい、買ったものはまずこれです。ポストカードです。いくらやったかな、165円ですね。それで販売しておりました。すごいね、可愛いですよね。で、もう一つがこれです。教会の中の天使って感じですかね。すごい可愛いです。幻想的な絵を描く方ですよね。で、椎茸さんのホームページの名前が幻想堂っていうんで、それもね、合ってますよね。で、もう一つ買いました。これです。こういうね、なんかこう不思議の国のアリスですね。で、サインもね、いただきました。ということで、話は戻って、お店のロゴの件なんですけど、まあ、椎茸さんに頼んでもいいんですけど、イラストレーターの方なんで、ロゴを描くより、例えば YouTube のホーム画面のイラスト、そっちの方が合ってる気がしますね。なので、いつか YouTube のホーム画面のイラストを描いてもらってもいいのかなっていう感じですかね。はい、そんな感じで、今日は地元にすごい可愛い女の子の絵を描くイラストレーターさんがいるっていう動画になりますね。で、地元の方もこの絵は見たことあるけど、描いてる人の顔は見たことないっていう人が大半だと思うんで、なかなか貴重な映像が撮れたんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。